はい、こんにちは。今日もですね、糖質オフのメニューを食べながら食レポしたいと思います。代表と言います。よろしくお願いします。早速ね、昼食のご紹介をさせていただこうと思うんですけど、4月19日の昼食ですね。糖質が 30.6 でカロリーが902キロカロリーですね。朝と昼の合計糖質が 49.2 でカロリーが1527と、まあまあ普通にちょっと今日はちょっと多めに食べてます。はい、まあ最終的に2400以下にすればいいかなって思ってるんで、はい。で、最初の1品目なんですけども、レタスとトマトの出汁びたしですね。こちらが糖質が 5.2g でカロリーが34キロカロリーと、まあ糖質はまあちょっとあるんですけど、カロリーが全然少ないんで、非常にまあこれもいいかなっていう感じなんですけど、こちらの特徴としては、まあ、トマトの酸味を楽しんでくださいということでしたんで、早速食べてみたいと思います。はい、トマトとレタスとトマトの出汁びたしですね。はい、こちらになります。スープがちょっと結構あるんで気をつけたいと思いますね。はい、これがまあトマト、ミニトマトですよね。はい、でこれがレタスで、なんか表面に鰹節がかかってて、はい、多分これ甘い感じなんじゃないですかね。はい、トマトと一緒に食べてみたいと思いますね。よいしょ、これか。いただきます。うん、あ、美味しい。これね、レタスがねすごく柔らかくなってて煮込んであるんで、で、まあ確かにトマトの酸味とレタスの甘みがちょっとちょうどいい感じで混ざって美味しくなってますね。はい、優しい感じの味ですね。ちょっとこれ和風かな。うん、すっごい食べやすいです。うん、結構パクパクいけちゃいますね。うん、レタスがすごい食べやすいんで、これは結構美味しい一品ですね。はい、ぜひぜひちょっとチェックしてみてほしいですね。はい、次のレシピなんですけども、ほうれん草とほうれん草のごま味噌あえ。これはほうれん草をちょっと小松菜に切り替えてますね。はい、で糖質が 1.6g でカロリーが64キロカロリー。あ、カロリーの L がなくなってますけど、すいません。こちらの特徴としては、まあ味噌とごまですね。味噌味で味噌とごまを使ってるっていうのが特徴ですね。はい、これも結構和風な感じなんですけど、僕結構これ好きなんですよね。味噌味なんですけどね。これが本当はほうれん草なんですけど、小松菜を使ってるっていう感じで、でまあ表面にはたっぷりとごま、いりごまと味噌がかかってるっていう感じなんですけどね、ちょっと早速いただきたいと思いますね。うん、おいしい。ああ、効くな、これ。すきっ腹に効くな。今めっちゃお腹空いてたんですよ。うん、うまっ。感想としては、ちょっと小松菜って若干苦いじゃないですか。結構ね、苦めなんだけど、この味噌、ごまと味噌をこうかけてることによって、その小松菜のなんか苦味が消えてるというか、うん、でそれですごく食べやすくなってるって感じですね。うん、うまっ。うん、これはもう本当何にもつけなくてもこのまま食べると本当美味しいです。いいですね。糖質低いですね、 1.6 ってめっちゃいいですね。はい、で一応先にレシピ本の方をご紹介させていただくと、レタスとトマトの出汁びたし、はい、こちらですね。甘くて酸味のある出汁びたし、こちらがです。こちらとほうれん草のごま味噌あえ、今いただきました。こちらですね。はい、こちら両方ともですね、組み合わせ自由自在、作り置き糖質オフおかず302に載っておりますので、よかったらチェックしてみてください。はい、というわけで残りのメニューもご紹介させていただきますね。おっと、失礼。卵豆腐ですね。卵豆腐が 36.5、なんだっけ、ごめんなさい、 50g ぐらいか、ちょっと忘れちゃった。すいません、いつも食べてるのに。これね、いつも食べてるやつとちょっと違うんですよ。
はい、まあ、糖質が 0.3 でカロリーが24ですね。はい、失礼しました。あとは、はい、キャベツが 250g と鰹節が 5g と玉ねぎドレッシングが 15cc、 これで 8.4 ですね。糖質がカロリーが 60kcal。 あとはですね、あの OK ストアさんっていう、あのまあディスカウント食品さんなんですけど、そこで売ってる無塩石ポークフランクっていうのがありまして、まあ前にもご紹介させていただきましたけど、8本入りで645円なんですよ。で1本あたり80円って考えて、これが糖質が 2g です。はい、カロリーも低い135と、で食べ応えも非常にいいということで、ちょっといただきますね。うん、うまい。そんなに濃い味じゃないから結構パクパク食べれますし、まあなんなら別にちょっと軽くマヨネーズとかかけても美味しいと思うんで、あの非常にあのいい一品ですね。これはおかずとしては最適です。はい、冷凍庫に入れておきます。はい、あとですね、まあ前にもご紹介させていただきましたけど、まあベーコン豆腐丼ですね。こちら糖質が 9.1 でカロリーが421と、まあこれ別にレシピがあるわけじゃなくて、まあ、僕がちょっと考えたっていうのもちょっとおかましいんですけど、まあこれ美味しいなって思って作らせてもらってるんですけど、まあね、牛丼のすき家さんの、まあ、メニューをちょっと真似させてもらってるというか、下の方に、絹豆腐 300g が乗ってて、でその上にキャベツが 50g 乗ってて、その上にハーフベーコン、36.5、 いつものメンバーですね、いつもの。あと卵、ゆで卵2個で、まああと卵豆腐のタレを1個かけて、マヨネーズ 15cc で、これで 421kcal。 下の方に結構豆腐、ちょっと見えにくいですけど豆腐が入ってます。はい、これの結構ね満足度が高くてですね、意外と、うん、結構ヘビーに食べたりしてますね。豆腐やっぱ温めるといいですね。ちょっと2レンチンして2分ぐらい温めて、でキャベツと一緒に温めちゃうんですけど、結構そうやって食べると意外と美味しいです。うん、まあ豆腐は温めないは自由かなと思うんですけど、僕はなんとか温めた方が好きなんでいただいてますね。はい、うん、めちゃめちゃ美味しいです。はい、ぜひ、まあこれもね、本当これに関してはレシピもいらないので、本当に豆腐の上にキャベツを乗せるだけっていう感じなんで、あとベーコンとか、非常にまあ糖質豆腐としてはまあ簡単に作れるかなという感じなんで、もしよかったらちょっと作ってみてほしいですね。はい、で最後に体重ですね。体重が 76.2kg で、3月31日から 0kg と、まあまあ戻ってきましたけどいいんですね。で 185.5kg から 109.3kg 減ということで、まあまあ順調にね、まあいつも通りという感じなんですけど、まあとりあえずね、まあ結構現状維持を目標にさせてもらってるんで、結構こんな感じで波はあるんですけど、まあ継続してね、楽しく美味しく食べさせていただければと思っております。はい、というわけで今日もね、糖質オフのメニューご紹介させていただきました。また明日も、YouTube 投稿させていただきますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。いただきます。